皆さんのこの活動の中で、IFA に対して何かできそうなことあります？こうしたら、まあ、これは全然無双です、無双で無双でいいんで、で谷川さんそれに対してダメだとかね無理だとかさ言ってください今例えばね、お金の集め方でね、まあ、いろんな今模索が始まってるんですよ。例えば今そのミニマラソンとか地域で流行ってて、まあ、福岡なんかもやってるんですけど、その企業が工場の中でね、地域の人たちマラソンでやるとか、だからそのでっかいモールがあったらモールの中でマラソンをやるとかいう活動が、まあ、一種 その企業の社会地域貢献みたいな形で始まってるんですよ。で今提案してるのは、そこで参加者が一人来ると、じゃあその企業さんは1000円の社会貢献 の寄付しなさい、で集まった人数プラスかける、ね、1000円でそれを社会貢献しようと、まあ、そういうの実際あるんですね。その受け皿として谷川さんのところの、ね、活動はもうぴったりなんで、まあ、そういうのやってみないかとかですね。からこの間ちょっと相談来たのはですね、まあ、あるその大学短大なんですけど、短大の OB 会のね幹事やってた人がいて、その毎年の会費が集まってるんですよ。でまあ資金プールされてですね、もうその短大が潰れちゃったんですよ。要するに辞めちゃったんですね。でそんなじゃあOB のどうするんだって話になって、変なとこに渡せないと。たまたまその谷川さんの活動を紹介したらぴったりだと、で弁護士に相談したらまた問題ないと。で一応認定NP 法人なんで、国の監査もものすごく厳しいとこなんでね、まあ、そういうところで受け皿でね、やれないかと。多分ね、なんかそういうふうに使い道のない公金というかね、そういうのがいっぱいあると思うんで、うまくそういうの情報を集めてね、流したら面白いだろうと。なんかそのもっとその単にお金を持ってる人がお金渡すんじゃなくて、いろんな工夫でね、寝ているお金とか新しい発想で、なんかやれるような、これ自体が一緒のムーブメントになるような、ね、形にできないかなと思ってるんですよ。まあ、例えばそんな話でももちろんですけども、具体的に自分らの活動とつなげてこんなことができそうだと、やったら面白いんじゃないかと、いうのことだったらどうぞ。松井君どう？はい、ね、凄まじいですね。ね、もうかぼか言うとね、もう後ろの人がまた怒るんでね、ちょっと怖いですけど、まあ、単純に、ね、ブレストです、ブレストなんで大丈夫です。やるとはまだですね、大丈夫ですよ。村留学ってことをやってて、それこそ日本の中山間地域には可能性があるということで、大学生が地域に入るということをやってるんですけど、本当にその話聞いてて、僕自身も、そのラオスのところにいくらでしたっけ、12万円でしたっけ、往復で、ね、渡航費で行って、で、まあ、着いてから何時間かかるって、8時間半って言ってました。最近はそんなにかからない。あ、そうですか。凄まじい道の中をこう走って車で行って村に行って、でそこに学校があるっていう、その体験ってまたできなさそうで、こう面白そうだなと思って、またそれをツアー組んでるところも多分ないだろうし、そんなことがこう紹介できるのは面白いんじゃないかなと思って、でうちはその大学生の方にこう連絡というか、ね、広報することができるので、そういうのありかなっていうのはね、単純に思っていて、うん、でまあ、若い人が関わるというやり方でうちからしたらできるんですけど、まあ、アイデアとしては僕はですけど、できればそれこそ定年を迎えた人たちがチャレンジするような場所になっていくことのことをこう見てたいっていうのはやっぱどっかあって、若い人らは若い人でやることはあったらいいと思うんですけど、なんかね、その個人的にはですけど、やっぱかっこいいですよね、60歳の人らがドワーってその後行って目輝かせると、やっぱそれを、うん、見たいなとはあるんですけど、まあ、それをこうまた僕らは SNS とかでドワーって、ね、拡張したりとかができるので、それでこうどんどん発信させてもらったりとか応援させてもらったりとか、そういうふうな形もちょっと面白いかなとは思っております。はい、大変いいアドバイスなんでね、私自身もね、まあ、教育的効果も含めて、いわゆるそのジジイババが孫を連れてね、
現場へ行くと、ね、じいちゃんばあちゃんお金もあるしね、暇もあると。しかし子供をね、あの親が連れて行くだけの今ゆとりないと。だからむしろおじいちゃんおばあちゃんが孫を連れて八百洲の山奥に行くと、そうするとそこにね、自分たちが子供の時代に生きていた現場があるわけですね。つまり我々あの今の現代の子供たちが味わえないそのなんですかね、村のつながりとかね、その生活の厳しさも含めてね、そういったものをそのおじいちゃんおばあちゃんが孫を連れていくツアーをね、いっぺん組んでみたいなと。楽しそう、ね、でそれを例えばあの5組なら5組ね、一応試験的にね組んで、でそういう手を挙げてくださるのを探してください、ね、そうすると我々は我々が作った村の、ね、先ほどの先生がね戻った村へ連れて行って、自分たちがどんなふうな苦労をして先生になってね、それをねその おじいちゃんおばあちゃんが連れて行った孫と一緒にね、一緒に語り合う場をねあの作れるかなと。そういう例えば5組なり10組なりをね厳選してやってみると、そのおじいちゃんおばあちゃん自身のねある意味じゃ自分の存在価値を孫に伝えられるし、孫にしてもねあのおじいちゃんおばあちゃんの人生をね学び直してね、なんか自分の中に新しいねあの火が灯るんじゃないかなと、こんなふうなことを考えてるんだけど、まだ成功してないのね。でこれあの須川さんに叱られるけど宣伝が下手なわけでそんなことも考えているんですね。あの今のでツアーで言うとね、まあじいちゃんと孫っていうのも面白いと思うんですけど、僕が今一番ねあのラオスとか、そっちの学校にね生かしたいのは学校の先生なんですよ、日本のね。でやたらと日本の学校の先生って研修会やってるじゃないですか。だからその学校の先生たちが行って、その昔の学校、日本の学校ですよねの、 あのやり方とか、そこに対するあの地域の人の思いとか、子どもたち の、 あのそういう思いとかね、いうのを見せた方が多分一番分かりやすいような気がするんですね。ただ学校先生忙しいからどうするんだと、文科省から予算出してくれればいいけどなかなかそうはいかないと思うけど、まあでも一番言ってほしいのは日本の学校の先生なんですよね。今まさにそれを言おうと思っていたんですけど、まあ、あの大丈夫です。ですね、あのうちのネットワークには特にあの関西一円の若いあの思いのある先生たちがいっぱいいるので、そういう先生たちが、まあ、現地に行ってこう、まあ、もちろん子どもたちの様子を見たり学校を見たりするのももちろんなんですけど、あの育ててらっしゃるあの育った先生たちで、地元に戻られたあの先生たちと交流をする中で、お互いの子どんな授業をしてるかとか、何をこう伝えようとしてるかとか、まあ、教育システムがそのどうなってるかみたいなことのこう共有だったり、あとはまあ方法だけじゃなくて、まさしくおっしゃったことなんですけど、こうそもそも学校ってなんか何のために存在していて、あの地域とはどういう関係で、まあ、そもそもの存在意義みたいなことの見つめ直しがきっとここに行くとできるんじゃないかなというふうに思って、なのでなんかそういう相互交流ができればいいなと思います。で、まあ、ちなみにですけど、今あの海外研修ってどんどん行きづらくなっていてですね、先生たちあの長期の休みというか、あの現場を離れて海外に行くって昔は結構できたそうなんですけど、今できなくなってるということなので、多分やろうと思うとあの自治体の教育委員会を抑えてしまって研修の位置づけにしてもらっていくっていう動きが作れたらありえるんじゃないかなというふうに思ってて、でもこれだけ実績もあってあの説得材料はあると思うので、できない話でもないんじゃなかろうかというのが一つです。で、もう一つは、あとはまあその教師のネットワークを使って、まあ、日本の、まあこの大阪や京都やでの、学校でやられているプログラムを、まあ、その応援するというか、あの紹介するみたいなことはしていけたら面白いかもなというのがあります。あとはその学校の先生たちがその別に自分が働いてる学校で何かしようっていうのでなくても、こうあのプライベートでこうこの指止まれで関心ある人たちが集まってあのお金を集めるような何かプロジェクトをするとか、あとは今あの
コアプラスはですね、大阪市の東淀川区というあの新大阪の近くに拠点を置いているんですけれども、だんだんこう地域に根ざした取り組みをやり始めてまして、その中で子どもたちの、プロジェクトの一つとして、あの学校を建てることを目的に、何かイベントをやったりですとか、あの事業を回して自分たちでこう収益を上げてそれを寄付するみたいなことができないかなというのを、はい、妄想しました。はい、今あの学校の先生方をという、ね、ケースで今までにこの10年間で合計13、4名はね、あの現実で言ったことがあるんですけどね、やっぱりね、あの先生たち改めて自分たちの何か生殖意識っていうかね、要するに仕事、学校の先生っていうのは特別な仕事なんだって、非常に意味のある先生の価値っていうんですかね、まあ、あの聖なる仕事だっていうふうに目覚めるチャンスになったケースがやっぱり何件かありますね。例えばあの日本の学校忙しい忙しいけどね、現地の学校で例えば寮生活をまで全部面倒見る、もう幼稚園からね中学生まで全部その300人ぐらいの寮生を、子ども先生の数が15人ぐらいでね、そうすると夜昼ないですよね。でそれの中でも必死になって頑張っておられる先生方を見て初めてね、自分たち忙しいって言ったの間違ってたなとかね、そういうのに気がついてくださって、俺もういっぺんやり直すよとおっしゃってくださった先生方もいますね。なんかこういう意味ではよりねたくさん先生に行ってもらいたいと思うし、それから私どもあの研修会をやってるんですね、向こうの先生たちを 学年末で10日間ぐらい合宿して、でそこへあの教育短大の教授に来てもらって研修会をやったりしてるんですね。そういう場でにね日本の先生も立ち会ってくださるとね、別の意味でいい勉強になるかなとは思ってますけどね。お金が足りない。そうですね。何でもできた。